サルアワ×モデルプレス特別企画、SKE48 野村美代、野村美代21。モデルプレス編集部はこの度、都内某所で行われたファッション&音楽イベント楽天ガールズアワード2024スプリングサマー、5月3日開催@国立代々木競技場第一体育館のフィッティングに潜入。今話題の出演者たちに、モデルプレス国民的推しランキングのスピンオフ企画として、春夏の注目アイテム、トップ3を聞いた。野村美代、春夏の注目アイテム、トップ33位前髪グルー最近アイドルの中で話題になっていて、前髪とおでこをくっつける商品です。外にお花見へ行くとき、風にどれだけ吹かれても最強の前髪ができるアイテムなので、最近すごくお気に入りで、ライブの時もどんな時も使っています。E、バレーコアのアイテム最近バレーで着るようなアイテムや、バレーテイストのアイテムを身につけるのが流行っているので、私もちょっと流行りに乗っちゃおうと思って、笑。お花がついているものなど繊細なデザインのものが多いので、この春は気に入って身につけています。1位薄ピンクのアイテムがとても好きで、セットアップやメイクも最近全部ピンクになっていて、とにかく身の回りのものが全部ピンクなので、特にハマっています。モデルプレス国民的推しランキングとは SNS の総フォロワー数340万人超えのモデルプレスが、ウェブアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、モデルプレス内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには、2024ヒット予測、ヤマイクール恒例、今季最もハマっているドラマトップ10、筋肉イケメンランキングトップ20など、ガールズアワード 2024SS、テーマは、ときめきギャラクシートリップ。今回の、ガールズアワードは、年齢性別問わず個性を出したファッションを楽しめる現代を銀河、様々な星に例え、来場者に新しい自分を発見できるようなときめく宇宙の旅を楽しんでほしいという願いを込めた、ときめきギャラクシートリップがテーマ。みちょぱ、藤田ニコルをはじめ、斉藤飛鳥や鈴木愛理など多数のモデルや俳優、女優たちが最新の春夏ファッションを披露し、アーティストには乃木坂46のほか、NCT ウィッシュ、イリット、アイリットなど今年デビューを果たしたばかりのフレッシュな顔ぶれが揃う。MC は同イベントへの出演が14回目となる南海キャンディーズの山里亮太3回目の出演となる森かすみに加え、あのが、ガールズアワード、初出演にしてゲスト MC を務める。